よくお尻を描いたりとか顔を描いたりとかよくされてたんですけど、はい、今まで30分ぐらい拝見したところ別にお尻を描いたり顔を描いたりとかなかったんですけど、あの取り組みの時にだけなんかお尻を描いたりするのは何か、なんかイチロー選手がこうバッターボックスでやるルーティーンのような。ルーティーンじゃないですね。それちょっとそれを言おう。あれ言わせてもらいますと、土俵際に立っていると本当に緊張するんですよね。一回自分は大きなものを経験してますし、そういうのでいつもいつも毎日がなんつか真剣勝負、これやらなきゃ殺されるぐらいな緊張感でいるんですよね。だから痒くなったらなんかジモシンみたいなもんかな、とにかく体中はどっかが痒くなるんですよ。顔がかきついて顔から血が出てくる、力入ってるんですから。まあ、そういうのでどこが痒くなるかわかんないですね。もう、まあ、本当にそれほど集中している状態ですから、ちょっとはわかりません。あのルーティーンで言えば、あの田村さんが仕切った後、尊敬した後仕切るまでになんかこういう、わかんないですか、やりますよね、はい、高校時代からやってたね。そうですね、足に力入れたいから、それに足の指も力入れたいからですね、そういう癖がついてますね。あと他に、はい、次は何がありますか。あ、そうです、あの、はい、何でしょうか。さっきあのぶつかり稽古の話がありましたけど、はい、なんかあの入門直後に、はい、あけぞのさんに胸を借りて、はい、その時になんか回し、親方が回しを取ったので、あけぞのさんが怒ってなんかボコボコにしたって話になったんですけど。あ、それはありますね。どの程度ボコボコにする言ったらなんですけど、こういう暴力を奨励してるわけじゃないんですけどね、稽古で稽古場でこう壁までぶっ飛ばされて叩きつけられたり回されて転がされたりとか、そういうレベルですから、本当に暴力を言ってるわけじゃないんですけど、むしろカツを入れるみたいな、そういう感じでやってるだけですからね。ありがとうございます。まあ、お相撲さん結構話盛りますからね。ボコボコって僕ももちろん見てないですけど、例えばわかんない、お前バカかってこうやるんじゃないんだよみたいな感じじゃないですかね。はい、次は、はい、どうぞ。振り上げ親方、はい、中学時代横綱とか、はい、まあ、いろいろ横綱になられたらしいんですけども、はい、なぜ、まあ、大変失礼ですが、角界の世界では横綱になれなかったんですか。それ言われてもちょっと横綱になれた人っていうのは、あの白鵬とか春間とか、あたしおりとか、ああいう人は何が違うんですか。なんで横綱になれるんですか。正直、かっこよく言いましたけど、心機体、この3つの言葉がありますよね。心と技と体。まあ、体があっても、技があっても、心だけでもどれか一つでもできもう強くはなれないと思ってます。特に心ですね。まず、どういう稽古にも耐えられること、心、それに、いろんなプレッシャーとかに負けない心、そういう3つの力がうまくいかないと強くはなれないと思ってます。心が弱い人間はどんだけ鍛えても横綱になれないと思ってます。じゃあ心が強い人が横綱になれるんですか。それだ、まあ、さっきも言ったように新機体のようにでその心と技と体、その3つがうまく備わないと横綱になれないといいんですけど、特にこう自分のあくまでも一番大事なのは心だっていうやつ。どんなに困難なことになっても耐えれる心があれば、まあ、先に行けるって思ってましたからね。じゃあ中学時代とかで横綱になれたのに、その当時は心技体はあったんですか。そういうのは高校横綱とか中学横綱とか高校横綱って言われても言ったらなんですけど、トーナメント戦できたから、その大会で優勝できたから横綱になって、中学横綱って言われましたけど、大相撲の横綱っていうのはまず幕内最高優勝、つまり15番全部勝てるぐらいの実力がなきゃ横綱になれないと思いますね。ですが、それができませんでしたから横綱になりません。まあ、中学横綱取ったんですけど、まあ、地区も違うということでびっくりしました。もちろん加藤っていうのは知ってましたけど、あの加藤がと思いましたね。先ほどであの古川の若の里とか、山内の御朱山の方が実績としては県内の実績としては上だったんで、はい、一言で言うと運
運が強かったんでしょうね。運といえばそう思い出した、だいぶ消しちゃったなもう。インターハイの個人戦、インターハイはですね、あれは今予選か違うトーナメントか、トーナメント あ予選、最初3回予選して2勝以上が、本戦出れるんですけど、まあ、その場でくじ引きで決めるんですね、トーナメントで、まあ、神谷が優勝したんですけど、その他にね、神谷は一つ下、高見盛の学年ですから、我々の時、私はインターハイ出てませんけど、斎藤、ね、ハエテビとか、田中、海道、で後のアマチュア横綱、長内とか、あともう一人誰か忘れてたな、 あと時津風部屋に入門したあの熊本農業から来た伊藤っていうのもいたんですが、それが同じブロックに固まったんですよ。でそこで勝ち上がったのが長内だったかな。だから1回戦でその長内でいろいろハイテレビとかやったり、次勝ったら海道とか、でそれもだから運が良くて、なんかわけわかんないのが3位になったりとかしてましたね。はい、じゃああと何かありますか。別に何かあります。はい、はい、どうぞ。青森県はあの料理の味付けが濃くて、なんて言うんでしょう、あの県 あの長生き人口がかなりワーストのランクになってますが、やっぱりしょっぱらいものお好きですかとか、あと健康でに気をつけてお食事されてますか、そういうことを知りたいです。どうですか。確かにしょっぱい味付けが好きですね。だからな、まあなんていうか、だからご飯を多く食べるんですが、しょっぱいもんでご飯を多く食べて、ほんの少しでも結構食べれますからね。まあ雪国ということで、昔からこう保存食のために、ね、塩を多く使って漬物とか、やっぱ塩辛いのが多いですね。私もやっぱり塩辛いのが好きなんですけど、だからうちの部屋の宝地山なんかですね、入門時に新弟子検査でそのね、内臓検査を全部受けるんですけど、かなり数値が高かったんですよ。でその時はまだ糖尿も出てなかったんですけど、だからそのこのままではちょっとまずいので半年間節制させてください、それを条件付きで、入門が認められたと。だからやっぱそれ子供の時から塩辛いのが多いんで、やっぱそういう数値的に高いんじゃないですかね。ありがとうございました。次は、質問ある人、はい。みさんですけど、私は子供の北明石みさんに行った頃、会った頃よく行きました。近くで、ビルに回転ドアを開けて、その当時の横綱、吉見式が化粧回しをする姿を見まして、未だにそれを鮮明に覚えています。で、今度新しくできた公民館は、もう一切見学できないということで、なんか新聞では見たんですけども、自由見学っていうのは、そんな設けられることはあるんでしょうか。今、なんとかそのバックヤードツアーっていうのは、あれは時期的に、花子さん、5月のにぎわい祭り。あ、5月のにぎわい祭りありますよね、健康保険も一般公開とかされてる。はい、あの時期、スポルディークですね、はいはい、にやってます。4月26日、今年は、開催4月ですね。でそのバックヤードツアーとか、もう今年何やるか決まってるんです。去年だとその行司さんがですね、あれ名前書いてました相撲地、内輪かなんかでしたっけ。あとはオイル袋に相撲地を書いて、はい、だから その当時もちょっと分かんないですけど、まあ、限られた時間でそういう催し物やってますので、ぜひ参加してください。あとちょっとこれまた今話ですけども、その司会をマスクですね、はい、取り組みをはい、ちょっと催しするとこだ。また催しも何時間、寒いし暑いし、こういうものはどんな話、質問が
なかったですけど、どうなんでしょうね。まあしっかり、ね、最後し、あの最後締め込み締める前に全部要は達してるとは思いますけどね。どうでしょう、すいません。でもあの審判の親方なんか、あの体調悪くなって抜ける方とかいますよね。そういう時はあの代わりに、ね、帰ってきたりとか、今まで何回か。代わりじゃないですね。いや、4人でやってましたよ。トミーズが部屋付きになられて、今度は自分が今度師匠になって部屋を越したいなっていうような夢とかっていうのはお持ちですか。今そこまで考えられないですね。まずは東関部屋をちょっと盛り上げるために東関親方のサポートをしようって、今そこのことで頭いっぱいです。ありがとうございます。こうしてる間に何か話を思い出すかなと思ったんですけど、そうです、はい。聞いてなかったです。そうですね。まあ相撲関係者には多分伝わってなかったと